さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙、格好部主、かなです。今回は味噌の健康効果について紹介していくぜ。味噌ねえ。どうした？いや、味噌って塩分多いじゃない？最近血圧が気になって、塩分を控えようと思っているのよ。お味噌汁って、塩分多いじゃない？他の料理の味付けにも、なんだかんだでお塩って使うから気になっちゃうのよね。そうか、確かに、味噌汁の塩分は多いかもしれない。厚生労働省が推奨する食塩摂取目標量は、成人男性で1日 7.5g、成人女性で1日 6.5g 未満とされている。味噌汁1杯の塩分量はだいたい 1.5g 程度だから、1杯だけで約2割の塩分を取ってしまうことになるな。そうでしょ？だから塩分を抑えるために、お味噌汁をなくすか少なくしようと思ってて。それでもいいが、味噌の健康効果を考えるともったいない。味噌から取る塩分は単純に塩、つまりは塩化ナトリウムを取った場合と違う動きをするんだ。どういうこと？要は血圧が上がりにくいってことだな。じゃあ、好きなだけお味噌汁を飲んでもいいの？好きなだけとは言わないが、ほどほどに飲んでもいいと思うぜ。実際、味噌汁を飲む人は、そうでない人と比べて健康的である、というデータもあるしな。本当？ああ、本当だ。今回は味噌の知られざる健康効果について、大豆由来の健康効果、微生物由来の健康効果、そして、その他の健康効果に分けて解説するぜ。その他の健康効果？効果はあるが、どの原料に由来する効果なのかわからない効果ってことさ。そして最後には、自分語りをしていく。今回は昨年話題になった、宇和島の麦味噌についても触れるから、最後まで見てほしい。宇和島の麦味噌って、あんた前に別の動画で触れてたじゃない。ああ、それは味噌の文化的背景から、味噌と大豆の関係に迫った動画だ。今回は健康効果、機能性の観点から、宇和島の麦味噌は有用誤認だったのか、ということについて語っていくぜ。ちょっと興味あるかも。最後だけでもいいから、聞いていってくれると嬉しいぜ。それでは皆さん、ゆっくりしていってね。ではまず、大豆由来の健康効果について紹介するぜ。それなら知ってるわ。大豆に含まれる、大豆イソフラボンが健康にいいのよね。その通りだ。だがな霊夢、大豆の健康効果は大豆イソフラボンだけのものじゃない。大豆のタンパク質にもあるんだ。大豆のタンパク質？お肉や卵のタンパク質とは違うの？ああ、大豆のタンパク質でのみ、効果が出たという研究結果もある。タンパク質って、全部同じじゃないのね。そうらしい。まずは、大豆イソフラボンの健康効果について解説していくぜ。あいよ。大豆イソフラボンは、植物エストロゲンとも呼ばれる成分だ。女性ホルモンと呼ばれる、エストロゲン、と構造が似ているからこのように呼ばれている。そして、味噌をはじめとした、大豆イソフラボンで明らかになっている健康効果は、がん予防だ。がん予防？そんな効果まであるの？ああ。実際、味噌汁の摂取量と乳がんの発生リスク、つまり発生率には、有意な逆相関があることが知られている。有意な逆相関？つまりは飲めば飲むほど発生率が下がるということさ。これがそのデータだ。この研究では、味噌汁を飲む量が多い人ほど、乳がんになる可能性が低いことを示した。ちなみに、グラフの値は10万人あたり、何人ががんになるか、という数字だぜ。ちょっと気になるんだけどさ、大豆イソフラボンにもその優位な逆相関はあるの？相関関係と因果関係に関する疑問だな。残念だが、大豆イソフラボンと乳がんの関係はわからなかった。乳がんの発生率に関して、味噌以外の大豆製品、大豆そのもの、豆腐、油揚げ、納豆といった製品の摂取量とは関連性を得ることができなかったんだ。どういうこと？大豆イソフラボンががん予防に効果的なら、他の食品でも、同じような効果がありそうだけど。今回参考にした論文では、大豆製品の他にも影響を与えている因子があるのではないか。日本人の食生活が、そもそもがん予防に適しているのではないか、と考察していたぜ。また、調査の対象をもっと広げて、大きなスケールで行えば、他の製品でも、関連性が得られるかもしれない、と書かれていたな。私の偏見だけど、味噌汁を毎日飲んでいる人は健康なイメージがあるわね。そうだろ。生活習慣そのものにも健康の要素があるのかもしれないな。ちなみにだが、この研究に協力した人は、大豆イソフラボンの摂取量が多い人ほど、アルコールの摂取量が少なく、喫煙率も低かったとのことだ。大豆製品よりも、むしろそっちの方が要素として大きそうね。それはわからないが、とにかく味噌汁でだけ効果が出たというのは面白い事実だな。余談だが、イソフラボンは取りすぎると癌になりやすいことが知られている。言ってることが麻薬じゃない。これは大量に摂取した場合の話で、
食品から取る分には影響がないとされている。じゃあ、サプリメントから大量に取るのは良くないっていうことね。その通りだ。それはそうとして、直接的にがん予防の効果が確認できた。っていう研究はないの？そうだな。大豆イソフラボンだけではないが、大豆の成分が発酵によって変換されることで、がん予防の効果があると、考察している論文なら、見つけることができたぜ。どんな論文なの？マウスに、1、2、ジメチルヒドラジンという発がん性物質を投与し、大腸がんになるのかどうかという実験だ。もう少し細かく説明すると、大豆を酵母と乳酸菌で発酵させた、発酵大豆エキス、これを餌に混ぜたマウスと、そうでないマウスで、がんのなりやすさに変化はあるのか、ということを調べたんだ。むごい。結果は、発酵大豆エキスの摂取量と、大腸がんの発生率に有意な逆相関があること。つまりは、発酵大豆エキスに、有意ながん抑制効果があることを示したんだ。どんな成分ががんに効いたのかしら？よくわからない。はぁ？この研究は、もともと大豆のタンパク質に、がんの抑制効果があるのか、ということを調べようとした研究なんだが、実際には、大豆タンパク質の他に、酵母、乳酸菌の死骸、ゲネステインも飼料に混ざっている。だから、これらが複合的に効果を発揮したという可能性もある。ゲネステイン？何それ？ゲネステインは、大豆イソフラボンのゲネスチンが、ベータグルコシダーゼという酵素で分解されたものだ。これらが部分的に役割を果たした可能性がある、と論文では考察されているぜ。そのゲネスチンっていうのは、どんな効果があるの？ゲネスチンは、細胞増殖に関わる酵素の邪魔をする効果があるんだ。つまりは、がんが大きくなるのを邪魔してくれる、というわけだな。そしてこの成分は、大豆そのものよりも、発酵させた大豆製品に多く含まれている。これは、カビなどの微生物が作る酵素によって、ゲネスチンが分解され、ゲネスチンになるからだな。乳酸菌の一部にも、この酵素を作るやつがいて、この研究で使われた乳酸菌は、たまたまそのタイプだったそうだ。なるほど。よくわからないけど、一つの成分で完結するような効果ではないってことだけわかったわ。人間をはじめ、生物を対象とした実験、調査は、条件を揃えることが難しい。だから、様々な要因が、複雑に絡まっている、ということをわかってもらえると嬉しいぜ。ねえねえ、大豆由来の健康効果に関する研究って、がん予防だけしか見つからなかったの？他にもいろいろ調べたら、面白そうだと思うんだけど。そうだな、今回見つけることができたのは、血圧に関する研究だぜ。血圧？味噌は塩分が多いから、気になる項目よね。そうだろ？知っている人も多いかもしれないが、味噌には血圧を下げる効果が知られている。味噌汁を1日2杯以上飲む人を追跡調査した結果、そうでない人と比較して、高血圧が優位に抑制されたことが明らかになっている。どうせこの研究もいろいろな要因があるとか言ってお茶を濁すんでしょ？まあまあ、マウスに味噌を混ぜた餌を与えた研究があるから、これを紹介しよう。マウスにただの塩分を混ぜた餌、その塩分と同等の塩分量となるように味噌を混ぜた餌、そして特に塩分を取らせない普通の餌を与えたマウスを用意し、血圧がどうなったかを調べているんだが、どうなったと思う？普通に考えたら、普通の餌を与えたマウスの血圧が一番低くて、塩分の濃い餌を与えたマウスの血圧は上がるんじゃない？そう思うだろ？でも実際は違った。味噌を与えたマウスの血圧は、普通の餌を与えたマウスの血圧と同じだったんだ。そんなバカな？塩分がチャラになった。だと？実際に塩分を取っていることには変わりないがな。血圧を気にしている人には、いいニュースかもしれない。で、どんな成分が関与しているのかは不明ってオチ？そうでもない。他の研究では、大豆のタンパク質に目をつけ、牛乳カゼイン、卵白アルブミン、大豆タンパクをマウスに与えた結果、血圧を下げる効果が認められたのは、大豆タンパクだけだった。じゃあこれは、大豆タンパク質の効果とはっきり言えるのね。私が調べた範囲ではな。もしかしたら他の大豆製品でも、見られる特徴かもしれない。大豆由来の健康効果に関する解説は以上だ。次のチャプターでは発酵の醍醐味、微生物に由来する健康効果を解説するぜ。では次に、微生物に由来する健康効果について解説していくぜ。やっぱり発酵食品だもの、乳酸菌は体にいいって聞くし、何かすごいのがあるんじゃない？実はな。微生物に由来する健康効果に関しては、あまり研究がないんだ。味噌の健康効果に関する研究は、ほとんど大豆成分に関係するものだった。やっぱり主原料が大豆だし、そっちに寄ってしまうのかしら？それもあると思うが、所詮微生物だからな。微生物だけ、を、摂取した時に現れる健康効果なんて、ほとんどない。
麹菌だって健康にいいと言われているが、それも米にない栄養素、ビタミンなどを補ったり、米のでんぷんをオリゴ糖に変えているからこそなんだ。やはり、原料と発酵は、切っても切り離せない深い関係がある。麹菌ってそのまま食べても健康には良くないの？知らなかったわ。まあ、麹菌だけを食べることなんて、ないと思うがな。話題を戻すと、味噌の発酵、熟成に関わる微生物、特に乳酸菌に、健康効果があると考察されている。やはり、乳酸菌は健康にいいのね。そうかもしれないな。味噌にいる乳酸菌は少し特殊でな、チーズやヨーグルトの乳酸菌とは違う種類だ。これらはラクトバチルスと呼ばれるグループに属する乳酸菌で、免疫調節機能やアレルギーを抑える効果がある。味噌の乳酸菌は違うの？味噌は塩分が多い環境だからな、それに耐えられる微生物が住んでいる。テトラジェノコッカスハロフィラスという乳酸菌なんだが、このタイプの乳酸菌では、健康効果を確認できていなかったんだ。で、実際に調べた結果、健康効果があったと。その通りだ。テトラジェノコッカスハロフィラス、MN45 という菌種で、アトピー性皮膚炎などの、アレルギー反応を抑える効果が確認できた。この乳酸菌はサイトカイン DH1 という免疫細胞を刺激するタンパク質の生産を誘導する機能、そして、IgE 抗体という抗体の生産を抑制する機能があることが、明らかになっている。どういうこと？つまりは皮膚炎の発症、進行を抑える効果があるということだぜ。マウスを使ってわざと皮膚炎を起こした実験では、テトラジェノコッカスハロフィラス、MN45 を経口摂取させると、皮膚炎が軽くなることが報告されている。IgE 抗体の作りすぎは、アトピー性皮膚炎の原因にもなるから、研究が進めばそういったアレルギーを抑える薬が作られるかもな。これが塗り薬じゃなくて、経口摂取で効果があるっていうのが面白いわね。どんな原理で起きているのか気になるわ。そのあたりはまだ解明されていないな。今後の研究に期待の分野だぜ。他の健康効果はないの？残念ながら、今のところ明らかにはなっていないな。私個人としては、味噌の熟成に関わる酵母に、何かあると面白いと思っているぜ。味噌にも酵母が使われるの？ああ、香りを作るのに重要な役割を果たしているぜ。そしてこの酵母はお酒やパン作りに使われる酵母とは違う。大塩性ってやつ？そうだ、少し変わった酵母だから、何かあったら面白いと思っている。個人の感想だがな。実際に調べる価値はないと。まあ多分、何も見つからないだろ。このぐらいの発想、私よりも頭のいい研究者ならすでに考えついているだろうしな。それもそうね。私たち一般人は、その上積みをすすって生きていくんだ。根性腐りすぎててウケる。では最後に、その他の健康効果について解説していくぜ。その他の健康効果？どういうこと？これは何に由来する健康効果か、よくわからないもの、ということだ。例えば、ある成分 A が入っていて、これに健康効果があるとする。でも、その成分がどの原料に由来するのかわかっていない。そのような健康効果や、味噌を摂取することで、ある効果があることがわかっているが、どの成分に由来する効果なのか、はっきりとさせるような研究がされていない健康効果を紹介するぜ。なるほど。で、どんな効果があるわけ？今回紹介するのは2つ。放射線に関する効果と、胃がんに関する効果だ。放射線と胃がん？胃がんはなんとなく効果ありそうな感じはするけど、放射線ってどういうこと？それをこれから説明していくぜ。実は、味噌には原爆病を抑える効果がある。長崎の被爆医師、秋月は自身の著書の中で、自分に原爆症が発症しなかった原因として、わかめの味噌汁があった、と述べている。この話が翻訳され、チェルノブイリの原爆事故後には多くの西洋人が、放射線防御の目的で、こぞって味噌汁を飲んだそうだ。そうなの？じゃあもし、核戦争が始まっても、お味噌汁を飲んでいれば死なないのかしら。放射線が原因では死なないんじゃないか？話を戻すと、このような効果が味噌にある理由は分かっていないが、味噌の熟成具合と関係があることが分かっている。米麹を使った赤味噌、つまりは赤から口よね味噌では、仕込み直後よりも、120か後、180か後の熟成させた味噌で効果が強いことが示されている。とりあえず、仕込み期間の長さが重要なのね。そういうことだな。あとは、胃がんの発生を抑制する効果だが、どの成分が、この効果を引き起こしているのかは分かっていないが、味噌汁を毎日飲む人は、そうでない人に比べて、胃がんが少ないことが明らかになっている。血圧の実験と同じように、マウスに普通の餌、塩分を多めに含む餌、そして、塩分が同等となるように味噌を加えた餌を、発がん性物質と一緒に取らせると、塩分が多めの餌を食べたマウスでは、胃がんが増加するが、
味噌を食べたマウスでは発生率が低く、発生しても小さかったと報告されているぜ。じゃあ、味噌で塩分を取っても、癌にはなりにくいってことね。そうだな、単純に食塩を取るのとは違うと考えてもらっていい。塩分の少ない食事は、ひもじいというか、味気ないから、味噌で味付けできるのは嬉しいわね。そうだな。あと、補足ではあるが、この効果も熟成期間が長いほど、効果があるとのことだぜ。熟成期間が長いほど効果があるってことは、微生物が何か影響しているのかしら？それはまだわからないな。ただ、微生物が生み出す酵素で、原料の成分が何か機能性のある成分に変化していることは、容易に想像できるな。ここまでのご視聴、ありがとうございました。ここからは自分語りのコーナーだ。今までのチャプターは、論文や書籍をベースとした解説だったが、ここからは私個人の感想チャート、というわけだ。あんたが好き勝手に喋っていくと、たかだかチャンネル登録者100人程度の解説者の、自分語りに一体何の価値があるのやら。それはもちろん自覚している。だから、聞きたい人だけ聞いてもらえばいい。正直、ここまで見てもらえているだけで、十分、伝えたいことは伝わっていると思うしな。ここから先は応用編だぜ。応用編？何の話をするつもりよ。それはな、宇和島の麦味噌は、味噌じゃないのか、という話さ。結構前にそれやってない？この動画でなんか色々言ってたじゃん。この動画では文化的背景から迫ったが、視聴回数が伸びなかった。おそらく、真実を解き明かしてしまったから、YouTube から検閲が入ったんだろう。アホさ。単純にそんなことにほとんどの人が興味ないだけでしょ。みんな怒りをぶつける場所が欲しいだけで、理論的な説明が欲しいわけではないでしょ。もちろんその通りだ。話を宇和島の麦味噌の話に持っていくと、大豆を使っていない宇和島特産の麦味噌が、味噌を名乗れなくなるというニュースだった。結果的には、名乗ることはできるようになったのよね。ラベル上はな。ラベル上は？そう、名乗ることができるようになったのは、有料誤認、という判定から逃れただけで。ジャス規格から逃れられたわけではない。商品名として味噌を名乗ることはできるが、品目として味噌を、正式に名乗ることはできない。つまり、商品の裏の原材料などが書いてあるラベル。そこには、味噌風調味料、と書かなければいけないんだ。それがどうしたの？結果的に宇和島の麦味噌は有名になったし、全国から注文が来ればお店も潤うし、良いことしかなかったんじゃない？それはそうなんだが、私は有料誤認の解除に否定的でな。もちろん生産者の気持ちは理解できる。だが、今回の動画でも見てきた通り、味噌には大豆に由来する健康効果が多くある。おそらく、ほとんどの健康効果は大豆由来だろう。微生物による効果なんてほとんどないのだから。例えば減塩効果、これはおそらく、宇和島の麦味噌にはない効果だと思う。もちろん、効果がないとは完全に言えない。私はその資料を得ることができなかったからな。もしかしたら多くの健康効果があるのかもしれない。でも、もしなかったら、そうなったら、どうなると思う？それは、普通の味噌と同じ健康効果があると思って買っていたのなら、有料誤認になる？そうだ。それがこの動画の裏テーマだな。まあ私自身は、宇和島の麦味噌が味噌を名乗ることに不満はない。ただ、ネット上の世論、有名インフルエンサーの影響力に押されて、理論的な反論をせずに、流されてしまったような雰囲気があったので、ちょっと釘を刺したかった。ただそれだけのことさ。